工業省、工業使用、対語、対語略省、英語、ミニストリーオブインダストリー英略省、モアは、対応国政府の省の一つ、1942年に設置。工業省は、国家の工業振興と、工業規則に関する政策を担当する。内閣の閣僚である、工業大臣が、省の長となる。工業省の前身は、1936年に、 設置された経済省の内部部局だった、商務部の課の一つである、工業課である。1941年に、同商工業局に昇格し、翌1942年5月5日、工業省に昇格した。バンコクラーチャテウィークラーマ6世、通り官民共同で生産性、製品開発などの産業発展問題に迅速に対処するために、 サター版と呼ばれる機関を創設した。末広明他編、第の経済政策制度、組織、アクター研究総書の 502IDEJ トロ2000年 P167。同書では、サター版を開発研究所もしくはインスティチュートと訳しているが、活動内容が検査、研修、企画認証事務が多く、訳後に協会を採用した。生産性本部は、 略語が存在する。ありがとうございます。